白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセイルス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。ありがとうございます。この部屋で何度か話しかけたのに、わしのことを無視しおったな。ことと次第によっては許さぬぞ。せいぜい精進せよ。やいな。カトリーヌ殿ね、セイロス騎士団の中でもかなりの腕前らしいわ。先生、あなたも訓練の相手をしてもらったらどうかしら。頼みがあるの。そういやな、あんたも鍛錬か。噂通り真面目なんだね。いや、噂通りじゃないかもな。真面目なやつは自分を真面目とは言わんだろう。
先生、そんな場所に興味があるの？ガルグマクの地下に広がる古代の遺構、それがアビスよ。勝手に住み着いてる人たちもいるけれど、お察しの通り訳ありな人ばっかり。真っ当な商人ならまず近寄らないわね。先生も足を突っ込まない方がいいわよ。あら先生、ちょうどよかった。商談じゃなくて相談があるの。あなたたちがやっているいろんなこと、私にも手伝わせてくれないかしら。もちろんお代は取らないわよ。どう？悪い話じゃないと思うけれど。ありがとう。これでみんなから話を聞く機会を増やせるわ。商人は情報通じゃないと稼げないもの。だからこういう努力も必要ってわけ。頼りになるわね。優しくて穏やかな上司様だって。そんな優しい上司様がどうしていきなり挙兵なんてしたのかしら。あ、ところで先生、昨日も遅くまでお仕事をしていたでしょう。無理は良くないわ。あんまり遅くまで起きている人のところには井戸の底から幽霊が、なんちゃって。お願いがあるのだけど。ありがとう、助かったわ。で挙兵ね。どうして貴族は争い事が好きなのかしら。帝国でも王国でも同盟でも、内乱やら後継者争いやら、毎年のようにどこかで血が流れているわ。ほんと嫌な話。私のお願い聞いてくれるかしら。
かな。ガスパール城か。数年前に一度行ったような。城主の息子の依頼かなんかで、確かクリストフとかいう名だったな。よう、頼みがあるんだが。助かった。セイロス正教会に刃を向けるということは、主なる女神に刃を向けるのと同じこと。罪深き者には相応の報いを。それが私たち主に仕える者の使命です。あなたも正教会に属する者としてよく心得ておいてください。確かにそれは私のものです。届けてくれたこと感謝します。
バーを。修道院、敷地が広すぎませんか？どこへ行くにも遠いし、迷子になりそう。いえ、迷子にはなりませんけどね。私、子供じゃないので。あら？先生、私に何かご用でしょうか？だけど、私すっごく忙しいんです。頼み事なら他の人にしてくださいね。もう飯がうまいぜ。お、先生か。聞いてくれよ、リンハルトが早食いすんなってうるさくてさ。そうだよな、やっぱ分かってるぜ、あんた。間違いなく俺のもんだ。助かったぜ、ありがとな先生。だらしなさを知っているかね。我が輩には到底受け入れられない。借りた本を戻すとき、元の場所に返さないどころか、上下逆でも気にしないのだ。床に落とした食べ物も3秒までなら大丈夫だとという謎の理論に至っては。我が輩としたことが落としていたとは、救難感謝するぞ。そういえば聞きたな。先生。
え？そうですね。先生、何か食い物持ってねえか。お腹空いちまってよ。食っても食ってもちょっと鍛錬するとすぐにお腹が減っちまうんだよ。腕の筋肉育ち盛りなんだな、きっと。おお、お手が落としたやつだ。届けてくれてありがとな。しまうのですわよね。なんだか身につまされる話ですわ。やはりどこでも健やかに咲く花の方が魅力的なのでしょうか。感動です。女の子が声をかけてくれて助けてくれて。あの子がセテスさんの妹さんなのかな。あ、それなくして困ってたんです。どうして私のだってわかったんですか。外の空気を吸ってきただけだ。つまらん奴め。頼みがある。
この騎士団を雇いたいんだ。私らに任せときな。この騎士団を雇いたいんだな。よろしくお願いします。助かった。騎士団ギルドではセイロス教団所属以外の様々な騎士団にも声をかけられるの。私たちにも雇用が許可されているから、後でギルドに行って確かめてみて。騎士団も戦っていれば当然戦力を消耗していくでしょう。市場にある騎士団ギルドを訪れれば消耗した戦力を補充できるわ。いらっしゃいませ。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。また来てくださいね。要件を聞こうか。騎士団を雇い、全て私たこの騎士団を雇い、よろしくお願いします。この騎士団を雇いたい。我らにお任せあれ。この騎士団を雇って、全て私たちにお任せ。じゃあ、またな。そういやな、あんたも鍛錬か？噂通り真面目なんだね。この感触、覚えておこう。